緊急医療作画です。今回の第6話は京橋区になります。明治時代の銀座をご案内します。私が今行くところが京橋がかかっていた場所になります。橋は昭和40年に撤去され、現在もこのように親柱が残っています。そしてこちら側が銀座1丁目方面になります。ではまず1枚目、この風景が明治10年頃になると。随分と変わりましたね。私が立っていた場所とほぼ同じ方向で、明治10年頃の京橋付近から銀座方面の眺めです。これが明治時代の銀座通りです。これは乗り合い馬車のようです。道路に線路がないので、鉄道馬車が開通する明治15年以前の風景です。この建物をもう少し近くで見ると、ここに大きな看板があります。読売新聞日秋社と書かれています。日秋社は明治3年に横浜で設立され、その後東京の芝区琴平町に移転し、明治10年にここ銀座1丁目1番に移転しました。横浜の頃は英和辞典を刊行していましたが、東京に移転した後は読売新聞を発行しました。そう、現在の読売新聞社です。社名を読売新聞社と改称したのは大正6年だそうです。この建物の向かい側、銀座1丁目12番と13番にはこんな料理屋がありました。左が玉寿司というお寿司屋さん、右は松田という料亭です。右側の松田はデコボコのかまぼこと山盛りのきんとんが名物で、100人目のお客さんごとに太鼓を叩き、1000人目のお客さんを胴上げして迎えたそうです。銀座ではかなりの人気店でした。赤や紫のガラスをはめた綺麗なギアマントイレもあったそうです。胴上げは嫌ですが、ギアマントイレは見てみたい。当時の京橋区というのはここです。日本橋がここで、丸の内、そしてここが明治5年に開業した新橋駅です。私が最初に立っていたここが京橋、この通りが日本橋からつながる銀座の中央通りです。江戸時代のこの辺りは職人が多く住む割と地味な町でした。それが明治5年2月26日に和田蔵門の会津邸が出火し、北風にあおられ、このように燃え広がる大火災となります。明治5年10月には横浜から新橋間の汽車鉄道が正式に開業します。この新橋駅には横浜からやってくる大勢の外国人が来ますが、彼らが最初に見る東京の玄関口、銀座が燃えてしまったんです。そこで明治政府はこの大火災を機に、この銀座周辺を賑やかな繁華街にする計画を立てます。こちらは銀座通り銀座2丁目付近の街並みです。明治政府は火災で燃え広がらないように、このようなレンガ造りの洋風建築の店を建てました。この銀座通りは明治6年にはほぼ完成し、一等レンガと呼びました。横通りを2等レンガ、裏通りを3等レンガと呼びます。明治7年には1等レンガの街路樹に松と桜と楓が植えられ、ガス灯が設置されます。街路樹は環境が合わなかったようで、だんだんと枯れてしまい、少しずつ柳に植え替えられ、明治20年頃には完全に柳だけになりました。レンガ造りの店舗は家賃が高く、室内は湿気が多い上に雨漏りがするなど、最初は評判が悪かったんですが、それでもだんだんと店が入り繁栄していきます。
街路樹が柳だけになる明治20年頃には大繁華街と発展しました。今回ご案内するのは大繁華街となる少し前の様子です。こちらも銀座2丁目の眺めです。この建物が日本人初の貿易商社大倉組商会です。柳の数が多くなっています。ここに明治15年に設置された電気街灯のアーク灯があります。明治19年に設立される東京電灯会社の創立準備会がデモンストレーションで明治15年の11月3日から10日間だけ午後7時半から10時までの2時間半アーク灯をここで点灯させました。当時のガス灯は16色光、ろうそく16本分の明かりに対してこのアーク灯は2000色光の明かりを灯したそうです。そのろうそく2000本分の明かりがこちらです。それほどでもないような。2000色光って500ルクスぐらいだそうです。現在の一般住宅で使われている明るさです。でもガス灯や石油灯、行灯で暮らす当時の人たちにとってはものすごく明るく感じたようです。点灯された10日間大勢の見物客でにぎわいました。点灯にかかった費用は1時間20銭、当時の日本酒1升が10銭でした。10日間で25時間なので5円、現在に換算すると8万円から10万円くらいですかね。1ヶ月分の電気代として考えてもかなり高いです。銀座2丁目交差点です。私の後ろにある大倉本館に入っているカルティエの前のあちらにアーク灯の記念灯が立っています。昭和31年に復刻され、現在は4代目になるそうです。絵図を拡大しています。ここが京橋です。一等レンガの銀座通りはここです。ここが新橋です。ここが当時の銀座1丁目、ここに読売新聞の日集社がありました。向かい側のここに玉寿司、こちらにギアマントイレがある松田です。ここが銀座2丁目でアーク灯があった大倉組商会はここです。銀座3丁目、銀座4丁目、ここが現在の銀座4丁目交差点です。当時はここが尾張町新地、現在の銀座5丁目です。ここが尾張町1丁目と2丁目、2丁目は現在の銀座6丁目に位置します。銀座7丁目に位置するここは竹川町、銀座8丁目に位置するここは出雲町、こちらは南金六町という地名でした。次にお見せするのは銀座4丁目交差点のあたりからこの角度です。ここが銀座4丁目交差点の場所になります。左端のこの建物が明治9年に移転してきた長屋新聞です。現在の和光本館の場所になります。そして右端のこの建物が同じく明治9年に移転してきた東京あけぼの新聞です。現在の銀座三越がある場所になります。こちらの建物は明治15年に長屋営利新聞になりました。長屋新聞と東京あけぼの新聞、建物の作りを見ると全く同じなのが分かりますか。カメラのアングルを左に移したのがこちらです。ここが銀座4丁目交差点、この建物が先ほどの長屋新聞です。左が尾張町新地、現在の銀座5丁目になります。この建物には東洋新報と改称した東京あけぼの新聞が後に移転したそうです。この交差点の角には同じ造りの建物がそれぞれあって、カメラが置かれている尾張町新地の角、現在の日産クロッシングの場所には東京横浜毎日新聞が
入っていました。銀座周辺は新聞社が多くあったようです。明治時代の銀座は新聞社ばかりではありません。ハイカラなお店もたくさんありました。尾張町2丁目、現在の銀座6丁目にある銀座6の角のここには洋服店が、向かい側のここ、現在は和菓子屋さんの源吉兆庵があるあたりにはカフェがありました。これが現在の銀座5丁目交差点です。新橋を背に京橋方面の眺めです。右手前のこのお店、看板には西洋服裁縫法、山岸、大民と書かれています。横浜にあった偉人副商、オランダ屋に勤めていた山岸民次郎が明治10年に開業した洋裁店です。店の屋号は大和屋というそうですが、大和の大という文字と民次郎の民を合わせて大民と呼ばれました。山岸民次郎は欧米に渡り腕を磨き、イギリス人を雇い入れて宮家や旧大名家の御用を務めました。明治22年の憲法発布の際に明治天皇の服を作り、その後は宮内庁御用達となったそうです。すごい人ですね。ここに螺旋状のサインポールがあるので、この店は理髪店のようです。民次郎さんも行ってたんでしょうか。遠方にはアイス、そして牛肉。これぞ文明開化の幕開けです。今度はカフェです。この写真も新橋を背に京橋方面の眺めです。ここに看板があって、少し読みづらいですが、函館屋と書いてあります。この店は函館から運んだ氷で作るかき氷やアイスクリーム、コーヒーや牛乳、洋酒を出したそうです。店主は新泰蔵さんという方で、肖像写真がないのが本当に残念なんですが、髪は長く大柄な人で太っていて、いつもロシア風の扮装をしていたそうです。どんな人だったんでしょうね。右側の銀座通りに馬車鉄道の線路がないので、明治15年以前のようです。こちらは明治9年頃の新橋から一等レンガ、銀座通りの眺めです。カメラの後ろが新橋駅ですので、客待ちの人力車が目立ちます。まだ鉄道馬車が開通していません。左端のここ、線という文字がのれんに書かれています。この左側には、この建物がありました。線と書かれたのれんがあった店です。千歳という料亭です。お隣のこの看板には、写真機械、新聞各国、色印機、ミシン針と読めます。雑貨店ですかね。料亭の千歳は結構繁盛していたようで、その後この雑貨店を改築し、この空き地に店を増築して、明治15年以降には、このような大きな店になりました。ここが全部松川長右衛門が経営する千歳という料亭です。銀座のレンガ街では最初の頃にご紹介した銀座1丁目の松田に続いて、この千歳が人気だったそうです。こちらの店は茶碗蒸しが人気で、2階に上がる大階段が西洋風に作られていて、いつもツルツルに磨かれていたそうです。新橋芸者を連れた政財界の人たちも訪れ、新橋駅に一番近いので横浜から来る外国人客も多くいました。かなり繁盛していましたが、この場所は明治32年にこちらの帝国博品館観光場が建ちました。観光場とは勧業博覧会で陳列された商品を販売するところです。この建物は
伊藤為吉が設計したもので、この時計塔はオルゴールを奏でたそうです。新橋は明治32年に鉄橋に架け替えられ、ここに走る鉄道馬車は明治36年に路面電車になります。私は今新橋がかかっていたあたりを歩いています。上は首都高です。料亭千歳があった場所は今も創業123年を迎えるこちらの博品館があります。現在は玩具の専門店です。レンガで作られた銀座はいかがでしたか。次回は第7話、芝生の部です。お楽しみに。